などはありませんので、よろしくお願いします。そこまで考えるとめんどくさかったので。まあ全勝で今勝ち上がってきた大阪さんは一勝分のアドバンテージを持ったまま決勝戦に駒を進めたということですね。つまり、決勝戦のみライフが3つある状態ということですね。今まで2ライフ制だったのが3ライフ制になったということです。なのでルーザーズ代表のシャロンさんはここで3試合、ウィナーズ、勝ち上がりました大阪さんは 3つのライフを持った状態で試合に臨むということです。C 番台の方はですね、もうすでに、の試合設定の方を変えてあります。なんか使うとしても B 番台のみですので、 B 番台と A 番台のみですので、の試合の方をやってください。さあ本日、まあインキップを取るであろうと、まあね、最有力候補だったのが大阪さんのファースト、そしてこの予選にはラブルドル使いがたくさん来るから誰かが上がるだろうということで、ね、その中でシャノンさんが勝ち上がってまいりました。本日バタコは欠席となっておりますが、よくねバタコと対策などを話していたため、この大阪さんへの対策もあるかもしれません。さあファーストはね、まあ、今まで通りのファースト、そして今回牽制エースが非常に強力ということで非常に使いやすくなりました。今回新キャラのラムレザルなんですけども、剣を持っている状態で状態と素手の状態でそれぞれ技が違います。なんでねキャラによってはこいつには剣持った方がいいとか、こいつには剣離して設置して戦った方がいいなど、いろいろね、考えなくちゃいけません。そういう意味ではねたくさんのキャラを使いこなさなきゃいけないのかな、いけないのかなという感じのキャラですがね、バタカ見てるとそんな風に思わないですね。イカつくね。さあまずはルーザーズのナオさんのラムデザルが開幕から一気に押し込んで体力ドットまで追い詰めている。しかしこのドット状態のファーストをねバカにできませんから、さっさと殺していきたいところ。まずは設置剣が刺さって一本選手。この投げの回転率が非常にいいので、こんだけポンポン投げれてしまうとすごいきつくなってしまいますので、まあ、そういうのもあってガンガン攻めてる感じですね。じゃあバックステップ、ここはジャンプハイスラーブラックホールに、これは助けられた形、すごい刺さり方をしました。さあここで刺さって打ち上げる。2K 対空からこの投げてしまったか、あと一発。ここでエンエス、必殺エンエスですね本当に。優勝投げ。シャロンさんの特徴として非常に空中投げがね上手いですね。空対空のジャンプキーが頭にあるので、やっぱ直打とかを仕込んでたりするとパッと投げられてしまってターンを奪われるっていう展開が非常に多い気がします。あーこれまずい。うわー死んじゃうかなしかもまだ、いやもうなんかペンが一生くらいで動いてるだけでファーストが死んでしまった。さあここでイーブンにします。残りライフ2対2。Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? Rapper Val Valentine. さあ先にキャラクターセレクトを完了しているのはシャロンさんのラムレザル。ワンピー側の大阪さんはちょっとここが集中ですね。対策考えていかないと。マジで大将を間違うと一気に持っていかれてしまうので、かなりね気使うみたいですね。
one lives forever. 初めて見たからね。さあ行きましょう。大阪 B ファースト対シャロンガメダルサンシャン選手の2試合目。さあ大阪さんのファーストは先ほども言いましたが2試合取ればいいのですけども、その2試合が遠い。プッシュ投げ。さあ前先ほどの試合ではかなり開幕からねゴリゴリ押されてしまったので肉弾戦を挑む形ですが、ここおアダムスさん、さあ話をちょっと今話してるんですけど、この前はこの人も硬い。ダウロは潜ったが中盤、おーっと出し切りで回避か、ここもキャンプできなかったか。しかしやはり空振り上げうまい。そして画面足デッドアングルを後ろから、なんで後ろにいるんだこのキャラしゃがみ歩きでちょっと画面上にずれてしまったのかもしれませんね。さあ空中投げ、さあバック投げ、ドリルから5位を出さず、ドリルドリルで固めていく。まずはリスクゲージを上げますが、マイハイスラにはなかなか当たらない。エンエスローマン、あーっと飛んでってしまった。確かにカウンターまだ残っていましたね、リスクゲージ。2K 出したいからもう投げて、エンエス装填ヒット、爆弾は当たらない。これ待っていたんでしょうかね。上海は刺さらず、着信 2K 置いて取り返す。さあ現状1位サロンさんはこの試合を取ると、ね、非常に楽に次の試合に臨めるのですが、それは、ね、向こうも同じということですね。さあとフェイス頑張れた。上海、わーっとこれ着地するまで反省が出ないんですけども、ここのフェイスが強いですね。フェイスクソだよ、フェイスクソだよ、これがフェイスか。さあというわけで、あと1勝で元気っぷ獲得、大阪ビーファーストリーチ。哲学で人間を忌避していないとする。現在ライフは2位じゃないな、1-2、うちも一緒やん。